ちは。まだ早いかな。こんにちは。なんかセブンイレブンっぽいですね。セブンイレブンができた。まあこんなにコンビニできてええんかいの。もうがっかりですわ。カツオのたたきもないし、群馬名月もないし、カマスの南蛮漬けと野菜のかき揚げ天ぷらを買ってきました。で俺一人やったんですけど、最初3台ほとんど同時に3台来てですよ。ちょっとなのさ、検品しとったらトラックやってきて、めんどくせえのこれ来たと思って、まあいいや、おろすだけおろしとって後でしようと思って、検品だけしとったらトレーラーが入ってきましたもん。俺一人なのに5台いっぺんに来ましたもん。勘弁してくれず、明日からずっと雨の予報なんですけど、菜の花が咲いてるから菜種梅雨なんですかね。おお、植物よ、芽を出せ、春が来たぞ。ちょっとあれですかね、あっち風呂に入るときんごつじわーっと
座りますかね。スヌーピーってディズニーじゃねえかね。
あれに行かねえかんちゃう。東のとこあったかね。あ、見てきたあった。沢辺の鮮魚の生肉の兄ちゃんが生きよるはずだったけど。なんかすげえな、黄色い車に黄色いナンバーやと。ナンバーがついちらんかだろう。終わり小牧。小牧山城の戦いちゃつがありましたね。小牧山の戦いか。あれ小牧っていう地名は乗車やったらめんどくせえね。割り小牧って書かなかんちゃろうか。久しぶりに会うとみんな老けとかね。毛の日だそうですわ。なんでか知らんけど。
日なんだ。センターですかね、あそこ降りてきよったですもんね。